それでは勝ちました原監督ですまずは先発、桜井2安打1失点見事なピッチングだったと思うんですがあの非常にこうストライクゾーンを広く、ねえー、使った、えー、まあ攻めも、えー、あるいは少しかわそうというね、まあ、両方とも非常に良かったと思うメリハリの効いたいいピッチングしてくれたと思います前回、監督が指摘した球数という部分も改善されていましたし8回まで投げ切った先発ピッチャーとしての 価値ある一生だと思うんですがいやもう何試合初めてですからねあのうちの先発陣で8回を投げ切ったっていうのはですね、まあ、非常にえまあ何か呼び水というかね追い風にこの風を変えたいなというね思いますね。 そして昨シーズンから櫻井が投げるときにはよく打つ炭谷が今日も先生のタイムリーでしたがいいかかがででししょううやもう見事でした、まあ、あの申告敬遠のあとだっただけに、ねえー、まあチームとしても銀ちゃんもあの燃えたでしょうし、まあ、ベンチとしても、ね、非常にいい流れが出たと思います。 そして1点差の中での8回のあの集中打そしてダイソーのマスナが初級から投入を決めたこの辺りも大きかったと思うんですがいやいやもう見事ですねあのワンアウトからの攻撃だったんですけど、えー、非常に勝負強さが出たしね、えー、今日は ベテランクラスがね非常にいい役割をしてくれたというところですね、まあ、増田の思い切りのいい走塁もね、えー、まあスターティングメンバーでもいき,きますし、えー、まあ,ああいう貴重な場面でもねランナーとしてもあの素晴らししいいと思いました監督、これで4カード負け越しなしという形で来ていますが、ここまでいかがでしょうか。えそうですねまああの一つ一つ、えーえー まあ振り返るというか、ねえー、中にはやっぱり勝ったときにも反省はあるし、えー、負けたときにはやっぱり原因もあるし、まあ、その辺はしっかりとです、ねえー、チェックしながらです、ねえー、つなげていきたいという,ふうに思っています。